はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第68回でございます。で、今回のテーマはいよいよ受験本番と、で、あとは受験を楽しむっていうのと、この活動に資格はいるのという、で、最後に関してはもらった質問にちょっと答える感じになるんですが、今回はまあ受験がもう近づいてきましたので、まあなんすかね、エールではないですけど、ちょっと話をしていこうかと思います。では行きましょう。で、今日これアップしてるのが1月の11日になるのかな。で、まあ受験がそろそろ、まあ、私立中学、高校受験の子も私立だし、まあ、センターももうね近づいてきてるので、まあ、受験本番シーズンになってきました。まあ私立が本命の子もいれば、もちろんね公立まで先まである子もいると思うんですけど、そろそろまあね、いろいろピリピリし始める頃かと思います。周りの子もね、自分自身もそうだと思うんですけど、で、まあ、毎年、まあ、今までもね塾講師やってる時もこう受験生見てきて思うことですが、やっぱりこう緊張しますよね、受験っつうのは。そうで、緊張するだろうし、やっぱこう気持ち的にもめいってくる、うん、失敗したらどうしよう、落ちたらどうしようって思うのが普通だからね。で、まあそういう相談も最近たくさんいただきますし、私にエールをくださいとか、僕にちょっと応援メッセージを送ってくださいとかいっぱいもらうんですけど、まあ、全員返せないんでね、申し訳ないんですが、まあ、この場を借りていろいろねこうお話できたらと思います。で、あのね、こうなんだ、頑張ってきたことをこう全部出し切ってこいとか、お前なら大丈夫だみたいなことも話もしたいんですけど、まあ、そんなんきっとねみんな周りに言われてると思うんですよ。親にしても、まあ、親御さんにしても、あとは塾の先生、学校の先生にしてもそうだと思うんですけど、頑張ってきた努力を信じれば大丈夫みたいな、うん、でもうそれは思ってるんですけど、まあ、同じこと言ってもつまんないなと思うので、まあ、ちょっとね変わった意見というか、俺が普段思ってることをね、それがまあ受験を楽しむってとこなんですけど、あの受験って楽しめなさそうでしょ、当日緊張するし、絶対に、まあ、さっき言ったように失敗したらどうしようってこう固くなるしね。なんだけど、だからこそちょっと楽しもうっていう気持ちを持つっていうのは、俺はすごく大事だと思ってるのね。で、これは受験でもそうだし、これからみんなが社会に出た時に、まあ、大事なこうね、仕事上の大事な場面とかでもそう、まあ、恋愛でもそうだよね、大事な場面あるわけだよ、失敗できねえっていう場面が。でもそういった時にやっぱり緊張するし、どうしても特に自分が力を入れて頑張ってきたことだったりすると失敗したくないから、だから余計に硬くなる、うまくいくようにって思ってしまうんですけど、そうするとですね、どんどんこう硬くなってしまって、意外と本来の力を出せなくなっていく。だったらちょっと楽しめないかなって思ったら俺は得だと思ってるの。いい？で、もしかしたら受験を楽しむなんて不謹慎なって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、あのね、言いたいことは楽しんでこいっていうことではなくって、余裕を持って自分の持ってる力を出してほしいので、結局そこに落ち着くんだけど、でもちょっと気持ちに余裕を持っていこうよっていう。例えばね、その受験を受け、まあ、本番試験受けるじゃないですか。で、一番こう陥ってほしくないのは、あまりにも分かんない時にパニックになっちゃう子なのね。で、これ結構、私とか絶対大丈夫だしとか、パニックなんないっすよ俺はっていう子に限ってなります。結構当日頭が真っ白になる、できなかった時に。そうで、まあそうじゃない子も結構なりがちで、俺は実際大学受験の時に一回なってるの、頭が真っ白になるっていう経験を。もうね、簡単な公式でさえ出てこないんだよ本当に。で、それでその試験時間が全部終わって落ちたんですけど、結局そのね大学はね、そうだ、そういうことがあったから、こう、まあ、それをね経験から踏まえても思うのが、例えばじゃあ分かんない問題が続いた時にどう思うか、その時に、はあ、どうしよう、やばい、え、なんか周りみんなすげえ書いてるんだけど、なんで私全然わかんないんだけどって思ってしまうんだよ。意外と周りのね、こうシャーペンをカクカクってやってる音が気になって、あ、すごいできてる、え、私なんで全然できないんだけどみたいな、本当に思う、そういうの。でもそうじゃなくって、できない問題になってる時に、いや、私ができないんだから周りの子もできてないっしょって、カクカク書いてるけど、あれ本当わかってんのみたいなっていう、ちょっとこう気持ち的におちょくるではないですよ、そんな本気で思わなくてもいいですけど、っていう風にちょっと楽しむ。で、受験からしても、例えばその50分、まあわかんないよ、試験がね、時間わかんないですけど、50分だったら、じゃあ国語を受けた時に、まあ、題目が4つあると。で、もちろん時間配分では事前に決めておくんだよ、絶対に。題目1で何分、題目2で何分使うって決めておくんですけど、よし、今からタイムアタック、感じた。タイムアタックのスタートだっていう。
って始めて、よし1番を2分ちょっとあれだよ、2分マイナスや、2分上乗せできたよとか、これで2分あたり余裕ができるなとか、そんなことを思いながらちょっと気持ちに余裕楽しむんだよ、その場の受験の問題とかをね。で数学でね、うわ来たよ解の公式出ると思ったんだよねみたいなとかをちょっと自分で思ったりする。でそれが実際にね楽しむことにつながるのか得点アップにつながるかわからないですけれど、どこかで心に余裕を持って訛ってるね、心に余裕を持って受けるっていうのはやっぱりすごく大事なんじゃないかなと思ってます。だって頑張ってきたの分かってるし、みんなが。でもそう言うとね、いやいやもう私最近サボってばっかでとか勉強に身が入んなくてって思う子もいるかもしんないけど、ちゃうちゃう、頑張ってきたんだって絶対に。だから緊張するんだもん、失敗したくないし。いい？だから頑張ってきたんだよ。でそれをね、一発勝負っていう、その、ね、一発勝負ってとか辛いんだけど、そのプレッシャーかかる場面に行くわけだ。だったらそこでね、こう頭が真っ白になってしまうとか後悔が残る受験をしてほしくないので、終わった時にもう受かったか落ちたかわからないけど、やりきったって、力を出し切った、頑張った私って、うわ頑張ったよ俺って思って受験を終えてほしいの俺は。だからそのためにもちょっとこう気持ちに余裕を持ってあげる、いっぱいいっぱいにならない、いい？緊張してるのは周りもそうだから、やっべあの子超頭良さそうって思うって、いやいやわかんないそんな、違うよそんな、ね。あのね、受験当日っていうのは本当に周りの子がすごそうに見える。でもそんなことはないんだよ、全然周りのことなんて気にしなくていいので、ね、自分の気持ちの余裕を持ててるかどうか、落ち着いてるかなって、深呼吸してるかなって、いい？なんかね、受験始まった、あと試験が始まってからやたらあたふたする、ちょっとなんか気持ちが落ち着いてないって思ったら、本当にふーって、あんまふーって言うとね、あんま声出すとあれだけど、深呼吸してよしって、なんかそういえばハイチっていうおっさんが言ってたな、落ち着けってみたいな思い出してごらん、ハイチが言ってたって思ってくれればいいから当日。いい？そうやって落ち着いて、そしてちょっとね、まあ、楽しみ方は人それぞれあるからさ、いい？楽しみながら受験を終えてきてください。いいかな。でまだ公立の子たちは1ヶ月2ヶ月あると思います。でこの 1,2 ヶ月は本当しんどいですし、何やっても伸びない気がすると思うんですけど、まあ何やるかは人によって違います。よくこの2ヶ月何やって過ごしたらいいですかって聞かれるんですけど、それはもう個人の自由です。いい？あの新しいことをやった方がいい子もいるかもしれないし、今までやった復習やった方がいい子、いい子ん？復習やった方がいいのかもしれない、その子によっては。ただ自分だったらこの時期はもう復習に当てます。新しいとこを開拓していくよりも、今までやってミスをしやすかった単元、ちょっとね苦手やなって思う単元とかをしっかり復習していく、そういった時間に当ててくれればいいです。でこうガツガツめちゃくちゃねこう切羽詰まってやるよりも、今の段階から気持ちの余裕を持つ練習をする、大丈夫だから私ならいけるって言い聞かせてあげること、それがすごく大事なので、そうやって過ごしていきましょう。で受験生じゃない子たち、中学校2年生1年生とかねいると思うんですけど、あのあと1年あと2年あると思うかもしれませんが、あっという間です、速攻でやってきますので、今からねこう1年後はこういう姿なんだって、で落ち着けって言ってたなって、落ち着くためには練習量だから、しっかり今から勉強していかなきゃなって思ってやっていってください。いいかな。でもう一個、ね、この活動に資格はいるのっていう話なんですけど、これ前ですね、その俺がこう YouTube で授業を上げる活動をねする人がこれから増えていってほしいと、でそういった団体、なんか団体じゃなくグループを作ってね、みんなでこうなんか切磋琢磨して活発にやっていけたらななんて話をしたら、すごいたくさんの方からですね、あの中高生の、中学生高校生の子たちから、私も将来こういうのやってみたいと思ってるんですとか、男の子も女の子関係なくね、いっぱいもらったんですよ。でその中の質問で、教員免許って必要なんですかっていうのがね聞かれたので、まあちょっとそれについて話そうと思うんですけど、必要ないですよ、この活動にあたっては。教員免許っていうのは学校で授業をする上では必要ですけど、あのみんなが言ってる塾の先生っておそらく半分ぐらいは持ってないと思います。教員免許持ってない先生って多いので、そう、塾の先生も必要ないからね、たまに塾によっては教員免許持ってないと採用しませんっていう塾もありますけど、でも基本的に持ってない人もいますから、だから自由です。はい。で授業についてはちょっと俺は熱く語ってしまうので、ここではまあ割愛しますけど、まあ、いずれねこう授業をする上での大事なことって
大事なことは教員免許があることじゃないからね。そう、そこじゃないから。ただ教員免許って俺はね、まあ、確かに持ってますけど、教員免許があるといいことっていうのは、こう見てくださる方にちょっとした安心感を与えられるかもしれない。教員免許を持ってる人が授業をしてるって言えば、あ、じゃあ先生の詳しい知識を持ってるのかもって期待をするでしょ。資格を持ってるって言われただけで、それぐらいです。で、俺が声を大にして言わないのは、俺こう聞かれたら言いますけど、教員免許持ってるんで僕って俺大々的には言わないんですよ。だからこのとある男が授業をしてみたっていうチャンネルでも、教員免許を持ってるハイチがお送りするとか絶対言わない。そんなんいらないから、俺にとっては。大事なのはそこじゃないんでね。そう、だから聞かれたらもちろん嘘は言わないですけど。そう、だからね、僕はこれから本当にこういう活動をしようと思ってくれてるのは俺にとっては本当に嬉しいです。すごく嬉しい。本当にできるんだったらね、いずれ一緒になんか活動できたらななんて本当に思ってます。うん。でも、まあ、それ、ね、上にはね、すごくこれまで、まあ、2年以上やってきて、大事なポイントとか、動画をね、配信する上での大事なこと、授業をね、する上で大事なことって、いろいろ感じてることもあるので、まあ、そういうことに関しては、またいずれ話せたらと思います。では、今回ね、この辺にしときましょうかね。では、締めましょう。今回は、ハイチのダラダラジオ、第68回。いよいよ受験本番というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はまだ何撮るか分かりませんが、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。